アブニッラー級装甲艦は、オスマン帝国海軍の装甲艦の艦級である。本級は、オスマン帝国海軍が、自国の沿岸防衛のために、イギリスのテムズ造船所に発注した、装甲艦で2隻が発注された。本級の武装、装甲配置。本級の船体の基本形状は、列強の装甲艦と、同じく艦首水面下に昇格を持つ平。 カンパン型船体に2本の搬送用マストの間に1本煙突を持つ当時の一般的な装甲艦の形態である。船体中央部の砲角部には手法としてイギリスのアームストロング射製、1849年型22.9センチメートルライフル砲を単装砲画で片元2機ずつ計4機を配置していた。近代化改装後の無意にザフェルの模型。 独特な放出の形状がよくわかる写真。少ない門数で異界を広く撮るために、本級の方角部は、上部から見て、2個の八角形を前後に組み合わせたかの、ような、複雑な形状となっており、原則部で斜めになっている箇所に方門を開け、片弦4箇所ずつ、計8箇所の方門が開けられた。手法の方側は床面に線上に埋め込まれたレール状を移動することにより、 広い社会を得ており、敵対位置により自在に訪問を選べた。本級の装甲は、水線部に厚さ1 5 2ト、mm、ル装甲を張り、方角太き関区と弾薬庫を守るボックスシタるルには1 2 7ト、mm、ルの装甲板を原則に張っていた。近代化改装後のムイニザフェル。本級二隻は1900年代にイタリアで近代化改装を受けており、 旧来の武装はすべて撤去され、22.9cm ライフル砲の代わりに新たな手法として、アームストロング 15cm 速射砲を砲、各部内に片元2機ずつの計4機を、近接戦闘用に、甲板上に、アームストロング 7.62cm 速射砲を、単装砲がで6機、オチキス 5.7cm 速射砲を、 炭素砲がで10機を配置された。老朽化したボイラーを整備した際に搬送設備はすべて撤去され、甲板上の構成は基部に司令塔を持つ、箱型環境、1本に煙突、マストは見張り所に4.7センチメートル炭素気泡2機を配置する、ミリタリーマスト1本の構成となり、関西艇は後部甲板上に配置され、 日本一組のボートダビットが完備部に設けられた片言二組の計四組により運用されて外見上は走行順洋艦のようになった。1868年にテムズ造船所にて寄港、1869年浸水、1870年竣港、1903年から1905年にイタリアで近代化改装実施、 イ戸戦争中の1912年2月24日に、ベールートにて、イタリア海軍のジュゼッペガリバルディ級、ジュゼッペガリバルディ、フランチェスコ・フェルッキオの攻撃により沈没。1868年に、テムズ造船所にて、気候。1869年浸水。1870、春行。1905年から1907年に、イタリアで近代化改装実施。 1922年に除籍後に潜水艦母艦として使用。1932年解体処分。井戸戦争で撃沈されたアブニラー。ありがとうございます。